お世話になります、ひとりでございます。今回はですね、足跡をすべて見つけて、その伝説ポケモン的なやつを捕まえていきたいと思います。すでに足跡を見つけてるやつもいるんですが、他のやつもねちゃんと見つけてやっていきたいなと思っております。探していきましょう。これ結構めんどくさいんですが、やってる間にね1個はちゃんと完成しましたので、見つけましたので、それほど難しくはないんじゃないかなと思いますけどね。どうなんでしょうか。まあやってみましょう。うわ、 70% か。まだまだだな。いや、これしんどいぞ、めちゃめちゃ。72。うわ、もうやだ。回るぞ。いや、この岩窟の足跡は見にくいな、マジで。お、98。オッケー。100になった。オッケー。あとちょい。おっしゃー、 100% なった。全部集まった。これで結構早かったな。パッといったな。あ、いた。ソニアに話しかけていきます。はい、これで、手がかりの報告。 OKOK。 鉄心ポケモンが 100%、 岩窟ポケモンが 100%、 草原ポケモン 100%。 OK、 いいよ、全部集まった。これで場所教えてくれんのかな。はい、これなんか出すの。ポケモン探しマシン、なんか見せてくれよ。それマシン見せてくれないか。生体エネルギー検索でやってくれた。オッケーオッケー。え、不明。あ、凍てつきの海にいるよ。湖畔の洞窟にいるよ。巨人の寝床にいるよ。これでオッケー、伝説のポケモンと会えるってわけね。湖畔の洞窟っつったよね。ここかな。いやめっちゃいっぱいいろんなのいるけど。え、もしかしてこいつのこと。こいつじゃないよね、さすがに。あー、こいつか。テラキオンかな、もしかして。そういうことか。そっかそっか、野生のテラキオンが現れたっていうことで。いや、新しい伝説ポケモンじゃないんだ。そっかそっか、私は勘違いしてた。多分その草原ポケモン、岩窟ポケモンとかでわかるんだろうけどね、多分皆さんは。私はわかりませんでした。はい、マスターボールを使っちゃう。せっかく削ったのに。いいよ、私はマスターボールここで使っちゃうんだよ、テラキオンに。情けねえわ。そのポケモンがやっぱり私の仮説は正しかった。こいつに見せるとなんかあるんだ。あ、ごめん、つい興奮しちゃって。俺受け取ってよ。え、あ、経験アメ S。 おいおい、なんでよ。報酬少なすぎだろ。それはないわ。待って、ソニアになんとなく店に行ったらこんなことを言われたの。はい、ここで巨人の寝床に来まして、いるかな、ビリジオン。多分ビリジオンだよね。寝床にいいんだろう。違うよね、エイフィーだ。あー、いた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 、ようやく見つけた。場所ここっすね。このイニシエの墓地がここにあるんですけど、イニシエの墓地からこっちに来たとこですね。ちょうど巨人の寝床に入ったとこにビリジオンいました。ようやく見つけました。うわ、見つけにく。でもちゃんと固定シンボルでいましたね。オッケー、いくぞ。催眠術、こいつわざわざ育ててきました、ちゃんと。こいつなんだっけ、ユルレイド、エルレイドか、ちょっと名前わかんねえ。眠ってしまった。オッケー、眠りにして、来い。オッケー、よかった。これで捕まえられなかったら、あられで死んでたよ、多分相手。ようやくだよ。ふざけんなよマジ。いやー、でもこんな固定シンボルで出ちゃうの安いな。めちゃめちゃ安くなりましたね、本当に。凍てつけの海へ行きましょう。多分あそこじゃない、さすがに。ここはもうさ、場所が限られてますから。はい、この陸だと思いますね、多分。おそらくコバルオンさんいたー。コバルオンやっぱいましたね、この陸地んとこに。行くぜ。いいねー。こいつら BGM を普通にそのままっていうね、悲しいよ。
クイックボールでいけ。捕まえちまえ。よし、ようやくだよ。マジ死ぬかと思った。イラつきがすごかったわ。しかもリピボで結局捕まえたし。はい、ここでソニアに話しかけてみましょうか。どうなんだ。鉄心ポケモンのコバルオン。それで、あ、頼んでよかった。テンション上がっちゃった。お礼受け取ってよ。なんで M かよ、経験飴。10個、一応10個だから、まあまあいいっちゃいいけど。はい、でこれ残り1体話しかけていきます。ビリジオン、うん、すごいぞ、見たか、おばあさま。オッケーオッケー、俺として受け取ってよ。なんか経験はめでるわ。これいっぱいで、これ以上持てないっていうね。全て立証されて本当にありがとう。なんだこのオチは。仲間を守るため悪い人間たちと争ったと言われてる。その割にはすごく雑に出てきたぞ。固定シンボルで。マジか、あれかわいそうだな、さすがに。ちょっとね、普通のポケモンかと思ったもんだって。はい、バイバイ。はい、じゃあ今回捕まえたやつはこのテラキオンで 3V ですね。あとはコバルオン 3V、 ビリジオンも 3V でした。で、特性はみんな正義の心ですね。これは一緒かな。ビリジオンは聖なる剣、剣の前、リフブレード、インファイトで、無邪気な性格でしたね。コバルオンは聖なる剣、剣の前、アヤヘッド、インファイトでございましたと。頑張り屋な性格でした。で、テラキオンは勇敢な性格で、技は聖なる剣、剣の前、ストーンエッジ、インファイトですね。大体一緒ですね、みんな。まあ、そんな感じで、足跡見つけると、このテラキオンとコバロンとビリジオンがね、ゲットできるという感じでございました。で、報酬はね、大していいものももらえないという残念な結果に終わりました。まあ、結局ね、足跡を探したとしても、足跡が残るようなね、衝撃な結果にはならなかったんじゃないかなと思います。テロリストじゃ